道具除雪は、主に積雪地において、交通や場所の確保、建物の損壊防止など、冬季の円滑な社会活動の運営を目的として、雪や氷を除くことである。家の出入り口や駐車場など、比較的小規模なもの、階段など、機械の入れないところは、人力で行われるが、道路や線路などで、積雪量や除雪範囲の大きい場合は、 重機や除雪車が使用される。人力で行う除雪作業は、雪かき、雪よけ、接点し、雪透かし、雪跳ね、雪掘り、雪寄せ、雪投げ、など、地方、地域によって様々な呼び名がある。なお、除雪された雪を、離れた場所に移したり、川や海に捨てることを、排雪と呼ぶ。 人の歩く道は足で踏み固め、荷物の運搬では反りなども利用された。鉄道や自動車の登場によって除雪の必要性は格段に増した。今日では冬季においても至るところで自動車の通行が不可欠となっており、除雪は極めて現代的な問題である。毎年かかる多額の除雪、排雪予算、排雪した雪の処分場所の確保。 雪中の廃棄物の処理といった問題は、行政の悩みの種となっている。屋根の雪下ろし土器や、除雪機の運転ミスにより、毎年少なからず、死者や負傷者が発生する。2017年から2018年の日本における、除雪時の死者は23人。うち19人は65歳以上の高齢者という特徴がある。 カナダでは法律により、家の敷地に沿う歩道の除雪義務が設けられている。アメリカ合衆国のシカゴなどでも、中心市街地では、沿道住民の歩道除雪が義務付けられている。スノーダンプによる雪下ろし家屋が、雪の重みで崩れないようにするために屋根に登り、屋根に積もった雪を下へ落としたりする作業や、さらに積雪が多い場合には、家の周囲に、 壁のようになった積雪の上へ屋根雪を投げ上げる作業などとは区別されるがこれらを含む場合もある足元の滑りやすい高所での作業となるため毎年転落事故が後を絶たない日本では年間100人ほどが除雪作業で亡くなっている自宅用に融雪機やロードヒーティングを設置する家や家庭用の小型除雪機を持つ家もある 小型除雪機を利用することで30センチメートル以上積もった雪でも作業可能になる。高齢者の一人暮らしなど除雪することが困難な家屋が増えてきたため除雪ボランティアが呼びかけられている地域もある。日本では屋根や道路からより多くの雪を除雪するためにスノーダンプが用いられることがある。ただしカナダなどでは道路に沿った速攻が設けられておらず。 スモーダンプは一般的な用具ではなくシャベルが用いられている。ほとんどの国で公道の冬季道路管理を民間に委託している。気象変動による発注額の増減を抑え、除雪業者の受託が安定的になるよう複数年契約にしている国も多い。路面に雪氷を残さない状態をベアという。また、継続的な降雪時に除雪や 凍結防止作業を行う感覚をサイクルタイムという。道路除雪の機械道路除雪は用途や規模に応じて次のような機械を用いて行われる。道路除雪の作業講師富山県の立山黒部、アルペンルート、立山高原道路の除雪後20世紀半ばまで、日本では幹線道路の除雪はほとんど行われず、冬の積雪地の海は馬ぞりに寄っていた。 第二次世界大戦後、日本に進駐してきたアメリカ軍の要請を受ける形で一部幹線道路における除雪が開始され、1950年頃からバス会社や行政機関によって除雪車を用いた機械除雪が本格的に行われるようになった。1956年に積雪管理特別地域における道路交通の確保に関する法律が制定され、 これに基づいて、翌57年に第一次、折貫後可燃計画が策定され、これまでバス会社や行政機関の自主的な取り組みとして行われてきた道路除雪が、道路管理者である日本国政府や地方自治体の責任と費用負担によって除雪が進められるようになった。行政発注路線の除雪目標近年、各自治体では、 除雪目標の考え方が変わってきている。行政発注路線の出動基準としては、新設除雪では、従来降雪1 0トルを基準としていたが、財政難で1 0トルの降雪があり、今後とも雪が降り出す恐れがある場合に出動するや1 5トルの降雪をめどに出動する場合が多い。装置による小雪道路上に水を流すことによって、 坂道の雪を溶かす、道路上に埋め込んだノズルから噴出し、雪を溶かす、カンテラ式融雪装置除雪作業を不要にする装置も、ある。水を道路に流して、雪を除くことを、酸水小節、道路を下から温めるものを、ロードヒーティングという。こうした装置は、費用がかかるため、交差点、坂道、主要道路、除雪車の入りにくい、 住宅密集地の道路などに重点的に取り付けられる。山水小説は特に小説パイプと呼ばれ、この小説パイプは新潟県長岡市が発祥の地とされる。北陸から東北にかけての比較的気温の高い地方で行われる。地下水をポンプで汲み上げ、道路上に埋め込んだノズルから噴出し、雪を溶かす。坂道では、 坂の上から水を流すことによって、同様の効果を得る。小雪のための地下水汲み上げが、地盤沈下問題を引き起こした地域がある。北海道など気温が低いところでは、小雪のための水自体が凍ってしまうので、酸水小雪は用いられず、もっぱら、ロードヒーティングを用いる。地面を温めるための熱源には、電気、石油、ガス、温泉、地熱、 地下鉄やゴミ焼却場の排熱など様々なものがある。しかし、地球温暖化や、採出削減などの理由で、ロードヒーティングの新設を抑制し、新規に造成する場合には、住民負担で設置、維持する、う指導する、自治体もある。また、季節のものを停止する動きもある。スウェーデンスウェーデンの冬季道路管理のためび、交通量に応じて、 道路クラスを5段階に分けており、摩擦係数によるサービス水準も定められている。除雪の出動基準は上位クラスの道路で積雪1トル以上とされ、他に摩擦係数に基づく凍結防止剤、滑り止め剤散布の出動基準も定めている。フィンランドフィンランドでも交通量に応じた道路クラス分類があり、摩擦係数による サービス水準も定められている。フィンランドでは、道路クラスごとに管理目標を定め、上位クラスの道路では、路面積雪最大4センチメートルを目標にしている。他方、フィンランドでは、除雪や、凍結防止作業の出動基準を定めておらず、サービス水準との基準を明確に分けていない。オーストリア・オーストリアでは、道路の種別と交通量を組み合わせた。 道路クラス分類があり、気象条件に応じたサービス水準を定めている。オーストリアのサービス基準では、激しい吹雪土器などは走行性を保障しないとされており、地方道では夜間のサービスレベルの保障も行われていない。道路ごとに除雪水準のカテゴリーを設け、交通量の少ない道路や雪が多い山間部では、除雪水準を下げて、除雪費用を軽減している。 かつては専用の雪かき車を機関車で推進して除雪を行い、大規模なものとしては、キまろき編成のようなものも用いられた。その他、人力も大変重要で、校内の除雪、ラッセル車で線路両側にかき分けた雪が次の除雪の障害にならないようさらにかき分ける作業など多くの人手を必要とし、 そのため、地元住民によって、除雪組合のような組織も作られていた。また捨て場のない雪を、無害者や発破者などに積み込み、橋梁などで捨てる、いわゆる、雪捨て列車にも多くの人が乗り込み、列車前の短時間で雪を捨てるべく努力した。しかし現在では除雪用ディーゼル機関車や、モーターカーの発達により、格段に機械化が進むとと,ともに、 従来の雪かき車はほとんど用いられなくなった。また、上越新幹線などでは大規模な融雪装置も使用されている。また、ポイント部分においては、雪の量は大したものでなくとも、凍結によって転換が不可能になると、列車の運行に致命的な影響を与えるため、電気融雪装置などが開発されているが、場合によっては一時的にポイントにカンテラを仕掛けて、 融雪装置とする場合もある。低温のため雪の湿り気が少ない北海道の路面電車とかつて存在したインターアーバンの除雪にはスノープラウ式の雪かき車のほか回転する竹ブラシで雪を跳ね飛ばすサソラ電車が古くから用いられており本格的な冬の訪れを告げる風物詩にもなっている。温暖地で除雪車両のない場合や 運行形態が過密路線で、除雪車両の運行が困難な場合、乗客を乗せない、終夜運転で、線路上の積雪を、ある程度防止でき、現在でも、そのような運用をすることがある。北北線や北海道新幹線などではポイントに、空気を使った、除雪装置を取り付けている。積雪地の空港での中期時に航空機の、 機体稼働部や翼などに付着した雪氷を飛行の妨げにならないよう、スノーバーにより機体除雪液、またはブロワーにより圧縮空気を噴射するなどして取り除くことを機体除雪という。機体の除雪が不十分な状態で離陸した場合、重大事故につながる恐れがある。また、安全運行のためには鉄道における線路の除雪と同様に、 滑走路や誘導路の除雪が必要である。豪雪地帯の空港ではあらかじめ十数台の除雪車両が配備されており、数十分で除雪を完了させることが可能となっており、陶器であっても欠航が少なくなっている。また、陶器のみに除雪隊が結成され、農管機の農家などが空港の除雪を担っているという事例もある。スポーツ雪かきは、 高齢化が進み担い手不足に悩む、豪雪地帯の除雪問題をスポーツの力で解決することを目的に考案された。4人一組となって降り積もった雪の巨大ブロックを砕いて10メートル離れた陣地へ運びそのタイムを競う競技と運ばれた雪を使って雪だるまを製作してその大きさと数を競う競技と除雪困難地域のボランティア雪かきによって構成されている。 2013年10月に設立された一般社団法人日本スポーツ雪かき連盟公認のもと2014年1月に北海道小樽市で第1回国際スポーツ雪かき選手権インオタル2014が開催され1日目のファーストステージスノーショベリングムーブトライアルセカンドステージスノーマンコンテスト2日目のボランティア雪かきで実施される徘徊 俳句において、除雪は、家ごとに、角口や庭の雪をかき除くことを指す。万頭の季語であり、分類は人事。ありがとうございます。